京都の黒谷の お寺に文殊菩薩さんがこう降りてこられる、降臨される図でございます。そういった相反する概念は別々に考えるのではなくて、一つのものの部分であるという考え方、これが不二法門というお話でございます。過去も未来も現在も全てこうつながっております。そんな意味で私はこのポスターも書かせていただいたんですが、京都の、テーマもいわゆる古いものは古臭いんではなく、古いものの中に本当の新しさがある、私たちは忘れている世界が古い伝統の中にもありますし、そして未来も受け継がなければ。私はその 3D を使って私の絵の中にこう入っていける、また絵が私の方に迫ってくるというふうな、そのムービング動く世界を作っております。そして美術館の中にはその音楽も流れています。美しい人間の心、そういうものがその塊となっている美術館、博物館というものは人類にとってもう大切なもう遺産であり、未来に送るこうタイムマシンであると思います。